締めてきました。何型が刺さりやすいみたいなのあるよね。 A 型？私 A 型なんですけど、刺さりやすいのかな。もうね、いつも刺されるのよ。今日合唱コンクールの練習があったんですよ。で、なんか本番はなんかホールみたいなところで合唱コンクールがあるんですけど そうで、なんかそのホールに実際に行ってのリハーサルだったんですよ今日は。それで学校から、まあ、近いんだけど、近いっていうか、まあ30分ぐらい歩くんだけど結構歩くんだけど、まあ歩いて行ける近さではあるのよ。で、まあ、学校から普通に歩いて行って、そのホールみたいなところに歩いて行くんですけど、それで、まあ、普通に友達とこう列になって歩いて行ってるんですよ。それで違うクラス、私のクラス1組の、私は背が高い方だから一番後ろらへんなんですよ。そう、列がね。で、その私の後ろには2組がこうついてきてるんですよね。で、こう1組2組3組4組で並んで行ってるんですけど、で 1組が先頭なんですけど、で先頭のまあ一番後ろらへん歩いてたんですよ。で、次に後ろに2組が来てて、その2組の人たちとまあ一緒に喋りながらそのホールまで行ってたんですよ今日。したらもうずっと私の配信とCM と、なんかその子がなんか工場見学の YouTube も見てくれたらしくて、ずっとその話をしてくるんですよ永遠に。もう恥ずかしくてそう、もう嫌になっちゃって、もうそうずっともうねその話しかしてなかった。友達もなんかふとした時になんか鼻声みたいなんで、そうウィミウィンの博多のカオリーはなんかね鼻声で歌ってんのよ。大型が一番刺さりやすい。そうだから話すの禁止って言って もうずっと話してくんのそうずっと話してきて、なんか今日なんか心が合唱コンクール本番休んでねみたいな言われて、で私は赤ブロックなんですよ。でその黄色ブロックの人、黄色ブロックの団長に心本番休んでねみたいに言われて、なんでって言ったら、なんかソプラノをもうちょっと声小さくしてほしいから。すまけないや。なんか私のブロックはソプラノがね声が大きいらしくて、しかも私のブロックは一番減点が少ないんですよ。減点の数が他のブロックと比べて。博多の香りは焼いた方が、絶対に焼いた方が美味しいです。
湯がいたりレンジで温めるより絶対焼いた方が美味しいと思います。絶対に塩コショウで焼いた方が美味しいです。まあ湯がくのもパリってなるけど焼いた方が美味しいと思う。今日そう実際にその会場で歌ってきましたよ。なんかマスク、自分のそのクラスの時だけマスクを外して歌うんですけどそうマスクをね外して歌います。初めて合唱コンクールでマスクを外して歌う。去年と一昨年はまだコロナだったからね外せなかったのマスク。iPhone のフィルム買った。 iPhone のフィルムまだ買ってない。いや怖いよね割りそうめっちゃ。なんかやっと今年からなんかマスクを取ってもいいっていう行事で、学校ではねまだマスクつけてるんですよ。外してる人もいるんだけどまあ一応もうしてる人の方がさ少ないじゃん今って。そうだからね、どうなんだろうね。まあ、私は普通に感染対策としてしてるので、そうそう今ね風邪とかなったらもうダメだから。コピは友達多いイメージがあります。だって私友達めっちゃ少ないですよまあ喋る人はいるっちゃいるけど、そんなめっちゃ思ってることを何でも言える人は本当に少ないです。3人しかいない。3人しかいません。なんか何でも言えるのはね、私そうめっちゃ人見知りだから、なんか友達がその仲いい友達が誰かと話しててその輪に入るのはいいけど、そう友達挟んでるから全然話せるんだけど二人きりはちょっと話せないです、たまに話すから楽しい子とかもいたりするからさ、まあ、めっちゃでもね面白い子多いんだよ私の学校って。私の学校ね今日めっちゃ面白かった話があってね、今日その合唱コンクールでこうブロックでその私赤ブロックなんですけどブロックで練習してたんですよね。それでちょっと時間が余ったからじゃんけん大会しようってなって、そのブロックのみんなで、で今じゃんけん大会してたんですよ。でブロック赤ブロックの団長が前に出て、その団長に勝って、まあ、一番勝った人が前に出てちょっと意気込みを言いましょうみたいな。それで、ね、1年生にねめっちゃ面白い子がいるんですよ一人で、その子がめっちゃ面白くて、面白いっていうかなんかちょっと変わってめっちゃ面白くて、そうその子が、まあ、じゃんけんその勝ったんですよ。そうみんなおーみたいな、おーみたいな。でもうその子が勝ったのでみんな爆笑して勝ったみたいな。そうめっちゃ面白いんですよその子、変な人で。それで意気込み言う時もなんか 右足を一歩前に出して手を出してこう頑張りましょうみたいな、
優勝を目指しましょうみたいな。めっちゃ面白かった。そう。私はね、そう、何でも話せるの3人しかいないの。その3人は保育園もみんな違うし、クラスも一緒になったのは1年間だけ。4人が一緒になったのは、まあ、その1年間でも仲良くなったんだけど、そっからもうずっと別々だし、でもうめっちゃ昼休み行ったり来たりしてるからめっちゃ話してる。そ、ほんでみんな行きたい高校も違います。もうバラバラです。行きたい高校もみんな違うからさ、本当に合わない。何も、まあ普通に仲良くて話すのは他にもいるんだけどね。そのまあ今日はホールに行くとき話した子も仲いいし、でなんかその2年生の時に仲良くなった子がいて、その子とまあ今日一緒にホールまで歩いて行ったんですけど、でその子が指揮をするんですよ。前に出て指揮を3年生全体で歌う時の指揮をするんですけど、それでずっとね下を向いて指揮をしてんの、こうやって。だからちゃんとみんなを見渡して指揮をしてって私が言ったら、ちょっと意識してて。そうで、私ねずっとまあ指揮の人をまあずっと見るじゃないですか。そう私が言うことじゃないんですけど、まあ、指揮の人を見るじゃないですか普通ずっとね。それで それでこの間なんかその2人で一緒に帰る時があって、その時に私ずっと指揮見てるんだけど目合わせてくれないって言ったら、その日からあの練習するたびに目合わせてニヤってしてくる。私は言えないんですけど、でもまあそこからちょっと学んで、ちゃんともうあの合唱コンクールでは絶対指揮見てるので、学んだのでちゃんと指揮を見るって。いやでもあれが仕方ない。だって前にファンの方いたから、ファンの方見てたのよ。そう、もうあれはちょっとね仕方ない。あの後にちょっと練り歩きとかあったから、ちょっとどこら辺歩けばいいのかなと考えながら歌ってた。大変なことになりました。そうアイドルとしては正解なんですけども、合唱としては間違ってました。MC のネタとしても正解。まあそうですね、ちょっとあれを機にね私はちゃんと直していってるので、今日はふかしてんじゃねえよ2回目。あ、今日2回目の放送お楽しみに。多分私と藤子このペアのやつかな。
なめくじって何？なめくじって何？なめくじって何？なめくじ。ああ、そういうこと？でかいなめくじ。え、なんでみんな知ってるの？え、私なんか話したっけ？なめくじの話。え？なんでみんな知ってるの？なめくじ。え？どういうこと？めっちゃ笑ってるんだけど。意味分からん。なんかメールとかで話したっけ？どういうこと？ママが言った？いつ言った？どういうこと？怖いんだけど、な、え、私、な、え、なんか言ったっけ？なめくじの話。どういうこと？え、もうコメントしてる？コメント書いてた？嘘。どういうこと？意味わかんないってどういうこと？なんでなめくじ、なんかで話したんだよね多分。いや私話したっけ？どういうこと？どういうこと？マジわからんわからん。ママが書いてた？え？さっきナメクジの話してほしくてコメントしたの？わかんないけどなめくじ話します。なんかこれなんか多分どっかで言ってるんだと思うんだけど、みんな知ってるから。どういうこと？え？なんか言ってない？言ってないよね。でもなんで知ってるんだろう。ちょっとわからん。もうなめくじなめくじ言いたくないから話しますね。なんか、まあ、私が普通に朝ごはん食べてたんですよ。そしたらなんかママが家の前にこうでっかいなめくじいるよみたいなんで、私は一人で見に行くのがちょっと怖かったからママと一緒に玄関の前に見に行ったんですよ。そしたら本当にでっかいなめくじがいて、こんな太いの、こんな太くてこんぐらいあるナメクジがいたんですよ。それだけいて、なんかこうやって角を生やしてたんですよ。なんかそうだから本当にナメクジで、ねえどういうこと？意味がわからん、マジで。どういうこと？わかりません、私には。それで家の前にいて、別にそっから何も話しないんですけど、いたっていうだけ。話したことないよね別に。
そうそう、でママが写真撮ってたんですよ、そのナメクジを写真撮ってて、それをこう Google で画像検索したら本当に山ナメクジみたいな、調べてみてください皆さん、山ナメクジでした私はすごい家がさ、そう、田舎の方だからさ、変な生き物いっぱいいるのよ。みんなが住んでるところよりは多分田舎だからなんか変な動物いっぱいいるんです。ナメクジを塩かけたら消える。そうなの？塩でもその何時間か後に見たらいなかったですよ。何時間後？ 2,3 時間後にで見たらいなかったか、多分どっかに行ってるんだと思う。で今日はそのめっちゃ近所の友達の家の前にヘビがいたらしいヘビがいたらしい。その友達のお父さんが動画撮って友達に送ってたらしい。で見せてもらいました。本当にヘビいた蛇でした。なんか涼しくなってきたからさ、変な動物がいっぱい出だしてる。別にそこから何もつなげられる話がないけど、ただナメクジがいたっていうだけでなんかよくわからないことになった。でも多分これ言ってないんだよね、どこにも。なんか言ったのかな、知らない。ナメクジはヘビに勝つと言われても、そうなの？私テントウムシめっちゃ嫌い。一回なんか小学校の 1,2 年くらいはなんか黄色い帽子かぶらないといけないんですよ、学校の通学で。黄色い帽子はかぶらないといけなくて、その中にいつも帰りにテントウムシ入れてこうやって遊んでたの。それもでもなんかテントウムシってなんか黄色いの出るじゃないですか。そう、それででも帽子が黄色だから分からなくて、その黄色いのが。で匂ったらもうめっちゃ臭い。蛇の話といえば、いやそうそうそう、なんか溝のねブロックがこう、なんていうのそれ、なんていうんだろう、溝から、溝のこういう隙間があって、そこから顔を出してたの、こうやって蛇が。でそうで近所の子がその溝の中に蛇の頭がなくなったタイミングじゃない、その蛇の顔を出してた穴のちょっと奥の穴にこう携帯を突っ込んだのね、こうやって動画を撮りながら。でそれを見たらこうヘビがこう渦巻いてこうやって頭だけ出してたの。怖くない？めっちゃ太いこんなヘビだった、渦巻いててめっちゃ怖かったです何回通学の時にヘビ見たかって話なんです。もうでも最近見てないヘビ、なんかね合いそうな、なんかめっちゃヘビがいる道があるんですよ、一本ちょっと薄ぐらい。その道にめっちゃヘビがいるんだけど毎年夏。でもそこを通らなくなったから、小学校はそこが通学路だったのね。でも中学校とかになって、まあ小学校高学年だけど、もうそこを通らなくなったからヘビにあんま出ないで、出会わないで住んでます。
そこはね、怖い犬もいるんだよ。もうね、いつも柵にこうやってアタックしてくる、ワンワンワンって。今はいないらしいけど、いましたね。めっちゃ怖い、朝目が覚めるような鳴き声で来る犬もいました。私はそう、もう家の前に蛇とか出たらもうすぐおばあちゃん家に行って、「蛇おった!」って。もうほぼ虫と一緒に暮らしてると言っても過言じゃないので、慣れてます。虫には多分誰よりも慣れてる。だって私にちぎったらびっくりするもん、みんな虫いすぎて雲とかめっちゃいるから。スタンドプードルはね、どうなりました。でもいつかは買う予定ですよ。私の、 あの友達のおじいちゃんは、まあ、虫をこういう壺に入れてまだ取ってあるみたいやだ。イノシシとかサルとか見たことないでしょ。イノシシは多分見たことありますよ。サルは目撃情報はよく校内で流れたりとかはするよ。なんかサルが近くで目撃されたので気をつけてくださいみたいなそうありますよ。待って、庭に猿来たことありますよ。その時いたかも、朝。いや待って、わかんない。私も鹿はめっちゃ見る。それくらいあのすごい自然いっぱいなところに住んでいるので。そう、多分朝ごはん食べてた。私もそれだ、見たことありますね。そういう話でした。猿怖いね。猿はね、目合わせちゃダメだよ。知らないふりしとく。でもさ、無理じゃない？猿が目の前に来たら死なないふりとかできないんだけど。目合わせちゃうでしょ。ブースティーのね、ファン祭りもね、もうしあさってハイタッチもありますので、ハイタッチもね、もう洋服もね、そう、かわいいのゲットしたので、ぜひ皆さんお待ちしてます。はい瀬取りもね、すごいですよ。もう盛りだくさんな感じになっておりますから、ぜひ来てくださいませ。まだ受付中なのかな。どうなの、受付中。まだまだね。お待ちしてます。本当にあのイベントマジですごい瀬取りですので楽しいと思います。私たちも本当に結構今までで
結構上位くらいリハが大変でした。うん、いっぱい覚えて、いっぱい頑張ったので、ぜひお待ちしています。オンライン握手会もハイタッチ会も受付中なのでお待ちしています。なんかどっちもね、残りわずかが出てるみたいなので、ぜひ皆さん、ぜひ残りわずかのところに来てくださったら嬉しいです。よし、せっかくね、残りわずかがそう出ていただけたので、それを完売にしないともったいないので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは終わります。ランキング読みます。13位ホタテさん、ありがとうございます。12位博多ぬるぬるさん、ありがとうございます。11位かおりっぺさん、ありがとうございます。10位ムハンマドさん、ありがとうございます。9位ジージリンモンさん、ありがとうございます。8位ナコビヌさん、ありがとうございます。7位チカクさん、ありがとうございます。6位カードの人さん、ありがとうございます。5位パウチさん、ありがとうございます。10位ノリッペさん、ありがとうございます。3位タンオン魚さん、ありがとうございます。2位ヘタピさん、ありがとうございます。1位ヤスさんでした。ありがとうございました。それではまたね。明日は朝配信します。おやすみなさい。バイバイ。おやすみなさい。またね。